日々思うことを語る今日の一言明日の朝から大分での稽古のために今日は一足早く大分に入っている予定でしたところが、えー、乗った飛行機が、えー、大分空港の天候不良のため、えー、羽田空港になんと引き返してしまいましたそこで、えー、今晩は羽田泊まり 明日朝の一番最初の便で大分へ行くことになりましたいやーかつて出雲に稽古に通っていた時に、えー、出雲空港まで飛行機が飛ばずに伊丹に戻ってきて伊丹空港で1時間2時間ほど、えー、そのまま止まっていて再び出雲へ行くと、えー、大幅に遅れたものの出雲に着いたということはありましたが えー、まさか大分空港の上空まで行って、えー、羽田に引き返してくるとは思いませんでした。いや、本当に何があるかわからないです。ただ、やはり安全第一だと思うので、えー、これも致し方がないなと思っております。今日はここでゆっくりと明日の準備をしています。では、また。